アンジェンテ。愛想が尽きない。彼の名前は霧島柊。柊、頭が良くてかっこいい。待って、話を。二度と来るな。俺の自慢の元彼です。2週間前。久しぶりだな、キョウスケ。シュウ、ずっと会いたかった。コンビニ寄ってく？あ、荷物持とうか。キョウスケ、外だから落ち着け。気持ちはわかるけどな。早く家行くぞ。彼、シュウとは高校の時出会って、恋をして付き合い始めた。昔からシュウはかっこよくて、俺はすぐにメロメロだったけど、手をつなぎたいけど家まで我慢。なぜか彼も俺を好きになってくれて、本当に俺にはもったいないほど素敵な人。それで仕事の方はどうなんだ？大きなプロジェクトが一区切りしたから、これからは普通に会えるよ。そうか。じゃあもう退勤と同時にドタキャンの連絡が来たり、会議が長引いて待ち合わせ場所で1時間放置されることもないな。最近京介から電話が来るたびに、またかこいつって。その説は本当に申し訳ございません。まあ仕事が大事なのはわかるし、なんとか時間作って会おうとしてくれてたのもわかってるし、せっかく今日会えたんだしな。何それ、我慢してんの？シュウはクールだけど優しい人だ。寒くなってきたな。そうだね、今日はシュウに会えるから体がポカポカしてたけど。なんだそれ。そしてどうぞ。シュウ、クールだけど早く上がって。すごく情熱的。京介、俺もずっと会いたかった。シュウ。ちょっと、今日はどっちがいい？京介。シュウの好きな方で。ねえシュウ、再来週の木曜日って夜空いてる？木曜日空いてるよ。よかった、ディナーとかどうかなと思って。いいとこのホテルで。いいけどさ、なんでわざわざ平日に？土曜日の方が良くないか？うん、でも再来週の木曜日ってさ、俺たちが付き合って10年、記念の日だからさ。お前仕事は大丈夫なんだろうな。え、今回ドタキャンしてみろ。亀甲縛り、ベランダ放置プレイくらいじゃ許さないからな。
大きい仕事は終わったから。うん、今回は大丈夫だと思う。あ、まあ楽しみにしとくよ。これは喜んでくれてる。よし、仕事終わった。あとはちょっとメール返すだけ。定時まであと5分。なんか尾形さん、いいことありました？え、わかる？わかりますよ。実は今夜、尾形、ちょっといいか？はい。これを明日までにやり直せと？おう。せめて期日を延ばしてくれないと無理ですよ。そこをなんとか。それは営業に行ってくださいよ。また始まった、部長の尾形さんへの無茶ぶり。なんだかんだ終わらせられるから。とにかく今回は絶対に無理です。帰らなくちゃいけなくて。でも君さ、この前も他の人に任せてたよね。え、他の人も自分の仕事で精一杯なのに、どうしても帰りたいならいいけどさ、君の代わりに誰が残業するんだろうね。今日帰れるのかな、かわいそうに。な、はあ、クソ野郎。大丈夫ですか尾形さん？あ、長野ってみんな仕事いっぱいだな。すみません、手助けできなくて。え、ちょっと電話してくれ。仕事終わったよ。早めに着きそうだから、終わったら連絡して。1時間も早く着いてしまった。いらっしゃいませ。うん、花なんて別に喜ばないか。そのお花可愛いですよね。お決まりでしたらお包みいたしますので。ああ、いえ、あの、ありがとうございました。もしもし、どうした？いつ頃来れるんだ？あの、その、実は。はあ、なんだ。また仕事か。本当にごめん。ディナーの埋め合わせは絶対にするし、11時頃にはシューの家に。いいよ、別に来なくて。いや、絶対会いに行く。絶対に行くから。いいって。もう疲れただろう。来なくていいから。別れよう。ちょっと待って。え、待って、シュン。嘘だろ、嘘だろ。ダメだ、出てくれない。シュート別れる？そんなの、そんなの嫌だ。
全然出てくれない。留守だ。そりゃそうだよな。俺が来るって分かってて家に帰る人じゃないよな。電話は出ない、メールも返ってこない。家もダメとなると、かくなる上は。お疲れ。お疲れ様です。シュウ、待って、話を。わざわざ職場まで来るとはな。昨日は本当にごめん。俺から誘ったのに。触るな。話すことなんて一つもない。言ったはずだ、許さないって。でもまさか別れるなんて。じゃあ来なきゃ別れるって言えば来たのか。お前が何度も約束を破るたびに、俺は何度も何度も、もう帰ってくれ、もう我慢の限界なんだ。お前に振り回されるのはもううんざりだって言ってんだよ。二度と来るな。待って、そんな、別れるなんて絶対に嫌だ。でも一体シュウどうしたら。愛想が尽きない。いや霧島、うちの部署の売り上げがここまで伸びたのは君のおかげだな。霧島さん、昨日のプレゼン本当に良かったです。勉強になりました。霧島さん、明日の会議の資料作っておきました。ありがとうございます。相変わらずすごいな。誰が？霧島さん。頭脳明晰、美目秀麗、高学歴高身長、仕事も完璧。すごい大人気よね。おまけに性格までいいからね。でも霧島さんには10年付き合ってる相手がいるんだよね。最近別れたみたいだけどね。え、嘘、なんで。さあ知らないけど。もしそれが本当なら霧島さん大丈夫なのかな。全然からくしみじんも問題ございませんが、確かにあいつとは長い間一緒にいたけど、ヘラヘラしてて何を考えてるのかわからないし、ヘタレでだらしない、解消なし、あんな男を引きずるわけがない。なんだよ。シュウ、会いたい。今さら会いたいなんて。お前だろ、あの日約束してたのに会いに来てくれなかったのは。はい、少々お待ちください。はあ、なんか疲れたな。今日は早く帰って一人で飲むか。霧島さん。お、今大丈夫ですか。角川庄司さんからお電話で、あの、少しトラブルがあったと。ありがとう。了解。
さ。だから大丈夫かって何度も聞いただろうが、角川商事の野郎、俺の数字が落ちたらどうしてくれんだ。酒が空。ああもう京介に電話しよう。こういう時は全部愚痴るだけ愚痴って、京介の声聞いてれば自然と。間違えた、別れたんだった。出ないと要件聞くまでいつまでも電話してきそうだな。ああ京介。もしもし、シュー。ごめんね、さっき電話くれたのにびっくりして出られなくて。あの、会ってくれるってことかな。ああそういうんじゃなくて、お前の家にある俺の荷物全部捨てといて、それだけ。そんなの捨てられるわけ。いいから捨てとけ。じゃあな。待って、シュウ。めんどくさい。適当に返したけど、まあ捨てないだろうな。はあ、つか合鍵返してもらわないと。もうちゃっちゃと終わらせよう。京介の家まで片道30分。やっぱり回収しに来た。合鍵も返してくれ。帰ってください。ちょっとシュウ。全部回収したらすぐ出ていくから、下着と部屋着と。なる。おい、俺の部屋着は。え、あどこだったかな。ここか。ああ、ベッドの中に俺の部屋着を隠すな。嫌だ、それがないと寝られないんだよ。返して。俺のだ。あとシェーバーと歯ブラシは捨てるか。待って。ねえシュウ、別れるなんて本気じゃないよね。冗談に見えるか。でも俺は別れるとか考えられないし。知るかそんなの。待ってってば。まだ捨てないでお願いシュウ。はあ、もういい。鍵もくれなさそうだし、とりあえず今日は帰る。じゃあな。シュウ待って。シュ、行かないで。やめろ。やめ。シュウ、本気なの？本気で別れようって言ってんの？嫌だよ俺。あの日は仕事だし仕方なかった。ダメだ、別れたくない。デートの準備をしてくれた京介の方がきっと悔しかっただろう。いつもこうして結局ほだされて。京介、何度もこういうことがあるたびに、俺は
京介の一番ではないのだと言われてるようで。シュウ、もう一度ちゃんと謝りたいんだけど、少しだけ話を。話すことなんてない。俺は聞いたよな、仕事は大丈夫なのか、休日の方がいいんじゃないか、言ったよな、ドタキャンするなって。それでも大丈夫って言うから OK したんだ。結局それを全部保護にするようなやつと話をしたところで、一体何の意味がある？京介、守れもしない約束をしないでくれ。じゃあな。ごめん。面倒事っていうのはとっとと終わらせるに限るのに、終わらせられなかった。合鍵くらい取り返せよ。これで風邪でも引いたら目も当てられないな。しかし、だんだんと寒くなってきたな。愛想が尽きないな、京介。俺には京介が必要なんだ。京介が好きだ。だからそばにいて。また柊の職場に来てしまった。退社してすぐ来たけど、柊もう帰っちゃったかな。でも今粘らないと二度と会えなくなる気がして、喜んでほしかったなんて無責任な言葉を言っていい理由にはならない。守れもしない約束をしないでくれ。あんな悲しいセリフ、もう二度と柊に言わせちゃダメだ。お店どこにします？桐島さん詳しいだろ、どこでもどうぞ。いいんですか？誰？シュウ！ちょっと、その方はどういう？私はただの。今すぐ帰ってくれないか。俺が誰とどうしようがお前には何の関係もない。関係なくなんか。だって俺はまだ。何度言えばわかるんだ。迷惑なんだよ、お前見てるとイライラする。桐島さん、二度と来るな。顔も見たくない。こんなこと
何度も言わせないでくれ。行こう。失礼します。さすがにそろそろ立ち直れないかも。シュウが使ってた枕、だって10年だぞ。10年ずっと一緒にいて、もう君以外の人を好きになる方法なんて俺は忘れちゃったのに。俺はこれから先10年でも20年でもこの人とずっと一緒に生きていくんだろうなって思って。思えばシュウは未来のことを話したがらなかった。大学の時、社会人になったら同棲すると思ってた。そういえば家ってどうする？実家出るよ。今会社の近くで探してるところ。そう思ってたのは俺だけだった。ああ、さすが早いね。急に不安になって同棲の話はできなかった。いつも来年も来ようねと言えば、そうだな、来年も来れるといいなと帰ってきた。気づいてしまった。シュウの未来に俺は感情されていないらしい。でもね、それでもよかったんだ。シュウが笑っているなら。そしてシュウが必要としてくれるなら、俺はずっと君のそばに。でもあんな顔をさせてしまった。他の誰でもない俺のせいで。すごいお似合いだったな、あの二人。俺はもう。さっきはごめんなさい。あの、明日5分でいいから会って話せないかな。望みがないって分かったらもう付きまとわないから。合鍵も返します。分かった。シュウ、ありがとう来てくれて。仕事とか大丈夫だった？ああ、それで話って何？シュウさ、俺がいなくても寂しくない？まったく自由を謳歌してるけど。そっか。それならいいんだ。シュウ。合鍵返すね。シュウ、何度も勝手に押しかけてごめん。もうシュウに迷惑はかけないから。シュウに出会ってからずっと楽しかった。毎日本当に幸せだったよ。今まで一緒にいてくれてありがとう。ごめんね、シュウのこと幸せにしてあげられない。こんなダメ男で本当にごめん。
それじゃ幸せになってダメ。もう話はいいよな。帰る。あれ？え？シュー！待って！鍵落とし…って歩くの早っ！ああ、もう…ねえシュ、これでも俺頑張ったんだよ。なんとかメッセージ送ってお別れの言葉考えてさ。シュが必要ないと言うなら、俺がいても傷つけてしまうだけなら離れなきゃと思った。シュの幸せのために。でも、もう頑張れないかも。本当、なんで止めちゃうかな。愛想が尽きない。ごめんね、起こしちゃったかな。京介。シュ、今のはなし。俺たち別れたんだったな。え、なんで俺のこと嫌いになった？そういうわけじゃないけど。じゃあどうして？どうしてって、それは。あれ、どうして別れたんだっけ？霧島さんから連絡来ました？全然帰ってこない。あれ、長野って柊と大学のサークル一緒って言ってたっけ？はい。じゃあ連絡取れるってこと？え、まあ。じゃあ柊にそれとなくさ、尾形が会いたがってますよ的なことを伝えてくれないかな。こうなったらもう藁にもすがる思いで。尾形さん、一回連絡を絶ったらどうですか？え？今の尾形さんは冷静じゃないですよね。まず会いに行き過ぎです。はい。どうして振られたか理解して直さないと。霧島さんは許してくれない気がします。確かに。駆け引きじゃないですけど、ゆっくり考えて会いたいってなったらすぐ霧島さんから連絡が来ると思いますよ。そうだな、3日くらい向こうからの連絡を待ってみるよ。いえ、2週間は待ちましょう。マジか。それでは乾杯。
世界の終わりみたいな顔してるな。そういえば愛蔵。はい。吉田とは最近どうなんだ。今日話聞いてって言ったの愛沢だろ。急だなって。あの桐島さんは脈があると思いますか。すみません、ハイボール一つお願いします。かしこまりました。ひどい。協力してくれるんじゃなかったんですか。俺は話聞くくらいしかできないって初めに言っただろう。でも相沢、そもそも積極的に動いてないだろう。あの子を前にするとそばにいられるだけで幸せだなって思っちゃって。ベストフレンド相沢。もう吉田ってば。まあ飲めよ。優しさが刺さるのでやめてください。それで桐島さんはどうするんですか。何を。あの人とのこと。どうって。復縁しないんですか。するわけない。でもまだ好きなんですよね。すみません、私が口出すことじゃないって分かってるんですけど。あ、そうだ、忘れてた。お疲れの桐島さんにおすすめの宿がありまして、今度の土日いかがです。なんだ急にそんな営業の顔して。きっといい休日になると思いますよ。相沢から。さっきの宿の URL か。お礼は吉田とのこと協力って言われてもな、俺には聞くことくらいしかできないって言ってんのに。しかし思ったより普通の宿だな。まあたまにはこういうのも悪くないか。京介からメッセージが来てない。また残業でもしてんのかな。まあ別にどうでもいいけど。もう寝よう。いやこれは違うだろ。何を開いてんだ俺は。これは確か京介とあの時の。俺から拒絶したくせに。こんなのおかしいだろ。ダメだって分かってるのに。やめないと。これ以上聞いたら。シュ、好き、大好きだよ、シュ。俺のこと嫌いになった？でもまだ好きなんですよね。そんなの。2週間か。愛想が尽きない。彼中学の時荒れてたんだって。悪い噂は根拠がなくてもすぐに広まる。気に入らない人校舎裏で殴ってたって。え、怖っ。すれ違いざまにガンつけられたんだけど。この前部活の先輩に怒鳴ってるの見たよ。顔はいいのにな。いじめとかやってそう。確かに。裏で陰口を言うような友達は欲しくない。別に一人でいい。だからせめて放っておいてくれればいいのに。
ああ、なんだ。風で自転車が倒れただけか。お。よいしょ。え？何してんだ、あいつ。まさか全部直す気か？バカだな。どうせ風でまた倒れるんだから、倒しておけばいいのに。誰も見ちゃいない。ただの自己満足。確かにそう思ったはずなのに、なぜだか無性に。あんな奴が友達にいたらどんな感じなんだろう。遅刻遅刻。引かれてしまった。お前また同じクラスかよ。うっせえ。何部入ってんの？よろしく。担任誰になるかな。あいつだよな。金髪になってるけど。なあ。あ、名前教えてよ。桐島くん、お昼一緒にいいかな？うん、もちろん。お邪魔します。なんというか、想像以上に人懐っこい。先週の始業式の日にさ、生活指導の先生に捕まって。ああ、まあその頭じゃな。なんで染めたらダメなのって抗議したら、先生なんて返したと思う？似合ってねえからだ。だって。それはひどいな。ほんとひどいよね。そういえば、なんで金髪にしたの？あ、俺あの時見た黒髪結構好きだから、なんでかなって思っただけ。別に好きな色にしたいよな。その黒髪、俺は好きじゃなくて、もっと別人みたいになりたいっていうか。おう、ん？ふん。でも桐島くんが好きなら黒も悪くないかも。うん。あのさ、桐島くん、俺も桐島くんの髪好きだよ。え？すごく綺麗だよね。ありがとう。正直、自分の外観はあまり好きではなかった。毎日どこにいてもジロジロ見られるし、嫌味や皮肉めいた言葉を何度も投げられた。でも不思議だ。俺今恥ずかしいこと言ったかも。京介の笑顔とまっすぐな目を見ていると、この人の言葉は素直に受け入れていいような気がした。京介。待って、桐島くん。宿題、机の上に置きっぱなしだったぞ。え、カバンに入れようとして忘れてたんだ。間に合ってよかった。本当にありがとう。早く部活遅れるぞ。すみません。言ってえな。突っ立ってんじゃねえよ。はい、気をつけます。
あのぶつかってきたのはそっちですよね。はあ、なんだと。おい、こいつすぐ切れるって噂の。マジ？あさっての大会出られなくなるぞ。行くぞ。霧島君、かばってくれてありがとう。急に。お前、目つけられたんじゃねえの？やべえ。京介を騙してるような。下駄箱まで一緒に行こう。そんな気分になった。あのさ、俺の噂とか聞いてないの？ん？もちろん。人を殴ったことは一度もない。一つぐらい聞いてるだろ。俺といるの嫌じゃないのかなって。でもあんな風に言われる原因も分かってる。俺がもっと軽く流せる人間だったら。ああ、間違えたな。こんなこと聞いたって困らせるだけなのに。うん、知ってるよ。でも関係ないよ。え？だって桐島君は優しくて誠実な人だって俺は知ってるもん。俺は別にそんないいやつなんかじゃ。いい人だよ。出会って数日でも驚くほど屈託のない笑顔と純粋な好意を向けられて、気がついた時にはもう。最後のメッセージが2週間前、京介から突然連絡が来なくなった。別れたんだ。このまま忘れてしまうのが一番だと分かってはいるのに。病気になってたりしてませんか？なんて返そう。特に何もないよ。最近忙しかったんだ。心配かけてしまってごめんね。これで行こう。特に。あ、しまった。途中で。いたった。病気になってたりしてませんか？特に。ああ、うん、ありがとうね。いえ、お怪我なくてよかったです。お気をつけて。早く続きを。きっと続きの言葉があるのだろうと思ったけど、クソ、俺はまた待っちゃってるな。パソコンから連絡できると思ったけどブロックされてる。いや、待て待て、落ち着け。どうしよう。
朝携帯直しに、いや直接会いに行った方が。明日から社員旅行だった。着替え、洗面用具。浴衣は宿にある。ドライヤーはあるのか？別に、どうせ一人だし。適当でいいか。愛想が尽きない。うわいい景色。社員旅行で来れてラッキーですよね、尾形さん。宮川の。尾形さん、どうしたんですか。すごい老いて。実はカクカクしかじか。俺がメッセージ送ってみます。誤解は解かないと。長野様。あ、返事が。あれ、昨日のことで尾形さんが通話したいそうです。少しお時間いただけませんか。長野ごめんな。京介、人を巻き込まないでください。迷惑です。あー、桐島さんにブロックされた。あ、普通にショックです。ごめん。のんびりできて気持ちいい。温泉は嫌いじゃない。そう思ってたはずだけど。一人で出かけるって退屈なもんだな。あったかいね。何かしてないとちらつく。しっかり休むつもりで来たけど、パソコン持ってくればよかったな。酒でも買いに行くか。コンビニ。いつも寒そうな首に。はい、クリスマスプレゼント。思い出したくないのに。一緒にいた時間が長すぎて、ことあるごとに思い出してしまう。サム、ユキ、あの日、二人で旅行した日も雪が降っていた。見て、シュウ、雪だよ。てか寒いね。テンション高。おい、あんまり外でひっつくな。でかい男二人で目立つだろう。なんか言われるぞ。誰も俺たちなんか見てないって。それに旅の恥は書き捨てって言うだろ。お願い、シュ。人が来たら話せよ。はいはい。シュウの手あったかい。ああ、そうだ。
君はいつも楽観的で、いい加減で、無頓着で、そういうところに今まで何度も腹が立ったけど、でも甘くて優しくてすごく温かい、そんな君に俺は何度救われたことか。こんなにどうしようもないくらい君のことが好きなのに、どうして俺は京介、尾形さん、シュート、え、ちょ、尾形さん、くそ、早く出ろよ、頼むから。京介、今すぐ声が聞きたい、会いたい、取り返しがつかなくなる前に。言い訳すら拒んでしまってごめん。今度はちゃんと話聞くから出て。シュウ、あ、やっぱりシュウだ。俺今社員旅行で来てて、まさかこんなところで会えるなんて。あのさ、昨日携帯すっぽ抜けて壊しちゃって、それで続き打てなくなって、だからその、うん、シュウ、ごめん京介、俺はお前がそばにいてくれないと、もう冬は越せないみたいだ。シュウ、シュウ、ごめん。ごめんじゃなくて、好きって言って。好き、うん、大好きだシュウ。俺も大好き。部屋戻らなくていいのか。どうせ酔っ払いしかいないし、頃合い見て帰れば大丈夫だよ。それにこんなシュウを置いて帰れないでしょ。別に帰るならどうぞ。スネスネモードに入ってる。シュウ、こっち向いてよ。シュウが寝るまで一緒にいるからさ。はあ、触れる距離にシュウがいる。返事が来なくなった時、一瞬本気でもう飽きられたんだなと思った。え、そんなわけないだろ。そんなわけあるだろ。お前もそんな男だよな。こんな面倒なやつ捨てられないで、懲りずにまた拾っちゃってさ。そんなんじゃないよ。俺がシュウのそばにいたいだけなんだ。ねえ、やり直そっか、記念日デート。うん、あったかい。
きるとか捨てるとか心配しなくていいんだよ。そんなことありえないんだから。だってあの時本当に絶望の淵から救ってくれたのは君の方じゃないか、シュ。愛想が尽きない。あれから2週間後。それじゃあ10周年記念ということで。本当に嬉しいよ、シュート。またこうして一緒に過ごせて。俺も嬉しいよ。シュ、待ってシュ、ごめん。少しだけ俺の話してもいい？父は世間では有名なバスケの選手だった。力強く、いつも自信に満ち溢れた背中は俺の憧れだった。俺は父のようになりたくて何でも真似をした。もちろんバスケも始めた。お父さん、お父さん、シュート教えて教えて。俺の授業料は高いぞ。息子さん、ほんとそっくりよね。ん？しかし、父はある日突然バスケをやめた。母さんにはスランプだと説明されたけど、当時の俺にはよくわからなかった。お父さん、バスケしようよ。お父さん。それから父は少しずつ少しずつ壊れていって。ちょっと。母さん。京介君、ごめんね、私ったら。同時に全てが壊れていく。そっくりよね。そんな時、君を見つけた。顔も名前も知らない。綺麗な金髪の人。しかし凛とした歩き方とまっすぐ伸びたたくましい背中、その美しい後ろ姿に俺は見惚れてしまっていた。次の年、奇跡的に同じクラスになって、君はやっぱり強い人で、すごくかっこよくて、そばにいるだけで心が躍るようだった。桐島君に会えるのが嬉しくて楽しくて。遅れる。明日も桐島君に会える。そんなことばかり考えて。バイト行ってきます。浮き足立っていた京介。そしてその時、知らなかったんだ。早く行かないと。まさかそれが父の最後の言葉になるなんて。
京介。あ、霧島くん、ごめんね、心配かけて。昨日学校行くって言ったのに。気にしなくていいよ。俺は好きで来てるだけだし、京介の顔見れれば。ずっと父さんに見てほしくてバスケを続けてたんだ。だけどもうやめちゃった。どうしても父さんを思い出しちゃって。俺バスケばっかりやってたから、他に何一つ取り柄なんかないのに。ごめん、こんな。そんなことない。取り柄なんて山ほどあるだろう。京介は誰にでも優しくできる人だ。全然優しくなんかないよ。無視したんだ。父さんが死ぬ前の日に京介って呼ばれたのに。何を言おうとしてたのかももうわからない。ボロボロと溢れてしまう。もしかしたら止められたかもしれないのに。こんなこと言ってももうどうしようもないのに。京介、母さんにもたくさん迷惑かけてる。なんかもう申し訳なくて、最近顔も見れなくて。俺もうどこかに消えてしまいたい。誰も知らない遠いところに。ダメだ、そんなの。京介は悪くないだろう。俺は嫌だ、京介がいなくなるなんて。学校なんて正直クソみたいな気分で通ってたけど、最近は京介のおかげで毎日楽しいし、俺は京介に何度も何度も救われた。俺には京介が必要なんだ。俺は京介が好きだ、好きなんだ。だからそばにいて。京介、俺本気だから。消えるだなんて言わないでくれ。そうして強く抱きしめられた時、くん、霧島くん、すごく安心した。霧島くん、居場所をくれた。この人のために生きたいと思った。そばにいるよ、君のそばに。あの時俺にはどうすることもできなかったから、とにかく誰かに許してもらいたかったんだと思う。お前は何も悪くないよって。シュウは想像通りかっこいい人だったけど、思ってたよりずっと真面目で繊細で、弱くてすごく傷つきやすくて、でも何より優しい人だったから。だからつい甘えちゃったのかな。きっとこの人なら欲しい言葉をくれるんじゃないかと。そしたらまさかの告白されてキスされて。俺だって必死だったんだよ、いなくなるとか言うから。とにかく引き止めなきゃと思って、何言っても嘘くさい気がして。どうしたら建前じゃないって伝わるかと。
本当にありがとう。俺、シュウには感謝してもしきれないよ。やめてくれ。感謝されるようなことはした覚えはない。でも俺は本当に嬉しかったんだよ。俺さ、ずっと迷ってたんだ。うん。シュウが望んでいないなら離れる覚悟もしないとなとか思って。でもシュウが俺の腕を掴んでくれた時、中途半端はやめることにした。俺はもう二度と離れたくないし、ちゃんとシュウを大事にしたい。不安にもさせない。シュウ、君を生涯かけて幸せにすると約束する。だからこれからもずっと俺のそばにいてくれませんか？約束、絶対に守るから。俺と生涯一緒に？正気か。本当に趣味が悪いな、お前。出会った時からバカだなとは思ってたけど。シュウ、本当にバカだよお前。シュウ、お返事くださいな。望み通り。死ぬまで振り回してやる。シュウらしいや。ただいま。これから彼と新しい生活が始まる。何一人でニヤニヤしてんの？おう、いや、これが俺たちの愛の巣かって。じゃあ愛の巣らしいことする？そういうのは段ボール片付けてからってシュウが言ったんだろ。はいはい。あ、シュウ、おかえり。ただいま。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録・高評価ボタンをお願いします。愛想が尽きないは全国の書店・電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ。今日がちょっといい日になる。そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援、よろしくお願いします。